あ、死ぬ死ぬ死ぬ、あもう洗うしかねえなこれ。おお、めっちゃくちゃ気持ちいい。おはようございます、アルパカです。やっと雨上がりましたね。今は摩周湖の近くにある桜ヶ丘公園のキャンプ場に来ております。静かですね。あっちの綺麗な芝のとこは高いんですよね。確か2000円ぐらいするんですよね。で、当然私はこちらのちょっと土が見えたデコボコしてるんですよね。あと雨が降ると水が溜まる箇所があるんで、うん、避けながらテントを張る必要がありますね。こちらが550円ですね。で、今日はですね、まあ摩周湖のワインディングをちょっと走って、知床半島に行ってみたいと思います。晴れると思うんですけどね、ちょっと早いかな。まだ朝の5時半ですね。摩周湖、霧で有名なんですかね。去年もですね、同じコース走ってるんですよ。摩周湖の湖畔と知床半島、雨でしたね。あれ、なんか今水しぶきが当たったような気がする。さあ、絶景が待ってるでしょう。おっ、いいですよ、来た来た。おお、晴れ間が見えるぜ。ワインディングに入りましたよ。くぅ、たまんねえぜ。お、あれ青空、青空ですね。ちょっと霧がかってるけど、おお、見えねえ。うわ、やべえぜこりゃ。今年もダメか。多分ね、朝来るのは良くないんでしょうね。絶景だぜ。あら、パーキング、残念ながらスルーですね。ちょっと寄ってみようかな。あら、お金取られんの。おはようございます。何も見えんですねダメですか。あ、朝がダメなんですかね。摩周湖、まあこれも摩周湖らしいと言えばいいんで、らしいんですけども、ちょっとね、湖畔少しだけでも見たかったな。次は知床半島ですね。ちょっと距離あんな。去年知床半島もあそこは土砂降りだったな。これはきついな。ヘルメットのシールドがすぐ曇っちゃう。11度、寒いね。ここなんか上りで上がってったら最高でしょうね。この道幅広いし。いやー、道着つかったですね。すごい霧だったな。なんと電車が、おー、貴重だぜ。誰も乗ってねえ。貴重な一瞬でしたね。霧で細かい水しぶきがヘルメットのシールドにいっぱい当たってるんでしょうけど、それが流れ落ちないんですよねなんで曇ってるわけじゃないんですけど、全然前が見えない。これね、雨の方が楽ですよ、運転。かといってシールド開けちゃうと今度目が痛いんだよな。直接当たっちゃうから。おお、開いて出て。うわ、癖、ここなんだ、このすっげえ癖おう、うわー、マジヘルメットの中で匂いが巡回してる。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、あう、逃げろ。あー、呼吸ができない。ふう、空気がうまい。
いやー、しんどかったねー。おー、景色が変わってきたー。進行方向はかなりの霧だな。さあ、そろそろ海に出ますね。久しぶりの海に来た。いやー、分厚い雲ですね。先端に近づけば近づくほど霧が濃くなってきますね。うわー、これはやばい。雨より立ち悪い。すごい。ギブアップ。これはね、この霧じゃちょっと峠走れねえよ。徐行運転ならいけるんですけど、全く見れないな、前。このトンネルを抜けたらきっと霧も晴れてるでしょう。イエス。おい、目が痛い。これはひどい。みんなどこに向かってんだこれ。いやー、クレイジーだねー。どうなってんだこれ。道の駅ウトロ知恵徳、変わった名前だね。さあ、待ってても仕方ないんで行きましょうか。待機30分ぐらいしたんですけど、変わらないですね。まあ覚悟を決めていきますか。おお、そそり立ってますね。 もう洗うしかねえなこれ。まあいい感じでこうヘアピンカーブがあるんですけどね、最高だなこれ晴れてたら。先がよく見えないから、コーナーの具合はこのナビゲーション頼みですね。もういい感じですよ。少し先が見えるようになってきた。深々としてますね。これね、きっと午後にはスカッと晴れてんだろうね。ー、気持ちいい。峠だなここは。峠に着いちゃったね。今の時点で標高が 750m。 あとは下りか。おお、やっと霧から抜けれた。峠よりほんのちょっとずれたところですね、こう晴れたのは。もう路面も乾いてる。おお、綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗。いい感じに曲がってますね。みんなここで立ち止まってる。綺麗ですね。おお、めちゃくちゃ気持ちいい。青空が見えてきた。これは最高のワインディングロードじゃないですかこれ。綺麗だね、緑が。ラオスの街並みですね。道の駅知床ラオスですね。ラーメン食った。いやー、 F800 がいるんですよね。かっこいい。いいなー、21インチ。顔が結構好きなんですよね。いいなー。じゃあ行きましょうか。